フーパーズ TV ご覧の皆様方、お相手はマムシでございます。ブランニューバスケットボールフーパーズ第2戦6月18日を目前にこちらの VTR をお届け中、マムシも脇汗全開で、第2戦目前でございます。さあ、そん中レギュラーゲーム4ゲームはもちろん、今回スーパーファイトマッチメイク、フーパーズのボーラーズ対するはプロフェッショナルボーラーズ、国内のプロバスケットボールリーグよりピンピンの101のスペシャリストを3人招集、ガチンコのスーパーファイト、今回フーパーズがマッチメイクいたしました。そんな中、フーパーズより出場、そのスーパーファイトに出場するボーラーズに少し話を聞いてみましょう。今回登場は前面の草原です。よろしく。Hey, what's up? どう、調子は飛んでる？まあワークアウト中、うん、でスーパーファイトをね、組んだんでマッチメイク、フーパーズがで、やっぱ草原にも出てもらおうっていう、そのフーパーズ的にも、まあ俺もそ あのマッチメイク組む現場にいたんだけど、やっぱ草原とあとデラと千尋っていうのが、まあ年代的にもちょうど業界的にも真ん中くらいで、これからバッチリいろいろ握っていくだろうっていう3人をやっぱ俺たちは決めたっていう。まずどう、スーパーファイトマッチメイクのまず話聞いてどうだった？なんだろうな、やっとこういうのに選んでもらえるようになったなっていう。まあここ何年かでちょっとプロ対いわゆる俺らローカルのボーラーズのエキシビションとかいろいろやってきたけど、ね、なんだろうな、本当にこうフーパーズの価値が決まるようなゲームだと思うし、その今のストリートボールの代表する世代として選んでもらえたと思うから、それはまあすごい嬉しかったのと、あとやっぱりこう、なんだろうな、フーパーズ、ストリートボールの価値をね、これ証明したいなっていうのはあるよね。まあそうだね。まあ俺らのプレイグラウンドに、まあゲストとしてプロが来てくれるっていう形だけど、まあ、ね、言うたら俺らの現場、俺らのスタイルにプロが来てくれるって話だからね。プロのさ、いわゆるプロバスケットボール選手と、ガチで対戦したことって今まである？まあどんなゲームでもいいんだけど。ないかな。マッチアップとかも記憶にないぐらい。バチッとやったことはないかな。じゃあもうマジでプロフェッショナルなアスリートと、まあ真剣勝負するっていうのが草原的にも今回初めて、ね、初めてだ、だったら楽しそうだね、それね。やっぱり阿部ちゃんはこうサイズ的にも、クイックネス的にも、まあなんだろうな、こうトップリーグでスコアラーになれる、ものを持ってる。いや、彼すごいよね、むちゃくちゃすごい、だから、まあ、本物だと思うんだよね、日本人の、まあ、シューティングガード、フォワードぐらいの選手の中で、それがすごい楽しみだ、そういう意味ではカツオも、なるほどね、俺はすごい楽しみ、まあ、小平さんはもうなんかなんだろうな、すごいからまあもうもう分かってるから、まあどうせすごいんだろうなみたいな。そうだ、だ一方でやっぱりそのフーパーズとか、まあ、あとは草原のその個人として、草原個人としてそのスーパーファイトに何を残すというか、その何を見せたいっていうのがあるの？俺はこう今こういうこのスーパーファイト の, このトップリーグの3人相手に選んでもらったっていうのは、俺はまあなんだろうな、この一つの通過点というか、ここで本当に自分のプレーを爆発させてやっつけれたら、こうなんだろうな、本当に証明できると思うんだよね。だからただ最近調子がいいだけじゃなくて、このストリートボールのを引っ張っていくような選手だっていうこと、ああ自分がね、なるほどね。最後にさ、もうぶっちゃけその別に格好つけなくても何でもいいんだけど、どういう風になると思う勝負？いや、すげえ接戦になると思うけどね。でもどっちかかな、俺らがこうスタートダッシュ決めて、下手したら10点差ぐらいついたところから、まあ、あっちも本気になって、追い上げてきて、結局は最後接戦か、その逆も全然あると思うけど。なるほどね。もういろいろ今から考えてるの？まあでも
なんだろうな、こうすごい時間帯がはっきりしちゃうと思うんだよね。そのワンオンワンのやり合いになっちゃう なってこう やられてやり返すみたいなのがずっとある時間帯と、うんうん、まあ、そっちの時間帯の方が多いかもしれないなって思うから、ワンオンワンをね、しっかりこうやりきって、うん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 、最後までシュートまで行ってちゃんと決め切っていくっていうのが一番大事かな、うん、まあすごく大事な姿だよね、うん、OKOK、まあ、レギュラーゲームももちろんあるわけですし、うん、プラスのスーパーファイナルなんで、ちょっとレギュラーゲームのことがねあんまり考えられなくなってるけど、まずいよ、そっちがメインだし、まあ、大丈夫でしょう、うん、OK、じゃあ調整頼みますよ、はい、飛び上がる塊草原スーパーファイト出場です。チェックプリーズ、よろしくどうぞ。